眼科の平松です。今日は緑内障の人、そして網膜色素変性症の人など目のいろんな病気、まあ、他にもですね、レーベル病、ベスト病、網膜動脈閉塞症とか虚血性視神経症とか、まあ、そういう病気ですねに効果があるんじゃないかと言われている電気治療についてお話ししようと思います。で、この電気治療っていうのはね、かなりピンからキリまでありまして、ある程度本当にデータもある、きちんとした治療もあればかなり怪しいものもあるんですよ。だから僕が電気治療とかっていうと、なんか怪しいこと言い出したなって思う人もいると思うんですよね。一方で、あ、電気治療なんか聞いたことあるよって人もいると思います。で、実際怪しいのも僕聞いたことあったりして、まあ、患者さんとかでなんか何百万とかの電気治療の機械買うとなんか良くなるよとかって言われたみたいな、で全然良くなってないんだけどっていうこともあるんですよ。だから金儲けにこの電気治療って結構曖昧じゃないですか。だから、まあ、なんか結構適当なのでお金取られちゃうこともあるので、ちょっとそこはちょっと注意してくださいね。じゃあ電気治療、もともとは2000年ぐらいですね、まあ、今2000年代なわけですけど、2000年だから二十何年前ですかね、に一番最初の頃かなに注目されていて、電気刺激を行うことで、神経が再生してくるんじゃないかっていう研究が出てきたんですよ。これいいんじゃないのって。ただこれはね、ラットつまり動物さんの実験ですね。なので人間じゃどうなのって言って、2004年ぐらいで人間でも、まあ、ある程度効果があるんじゃないかみたいな研究が出てきて、これいいんじゃないのっていうのがあるんですよ。まあ、今まで電気刺激の動画でちょっと出してたのは、一時期千葉大学がこの電気刺激治療の治験をやってたんですね。なのでそこについてお話しましたが、今はちょっと治験中止し、なんていうかな、募集してないので、治験やりたいですって人もちょっと無理なんです。なので、あの、そういう新しい情報はまたアップしてきますね。で、実際に今まで、まあ、ラットとか猫とかね、そういう動物系でも、まあ、比較的効果が認められてて、で、なんでそういうふうに良くなってきてるかっていうと、一つは IGF-1 って言って、インスリン性陽性腸因子っていうのとかだ、BDNF、まあ、これも今まで言ってる神経栄養因子ですね、とか、まあ、様々な因子が関与してきて、まあ、神経系が復活する、はたまた神経だけじゃなくて網膜っていうのが、良いんじゃないかというふうになるんですね。で、これがじゃあ人間臨床研究でどうなのっていうと、電気刺激によって一番研究されているのは網膜色素変性症っていうもんです。網膜色素変性症の人もいれば違う人もいると思うんで、この病気の説明をすると、網膜色素変性症という病気は日本人失明原因の第3位の病気になります。遺伝性疾患でして、つまり遺伝子の異常なんですね。なので例えば目薬した注射したで治るとかではないと。だからこそ新たな治療、さまざまな治療が求められてるんです。昔だと胎盤を背中にちょっと移植してみたりだとか、胎盤っていうのは赤ちゃんを、ね、包んでるやつっていうような時期もあったんですよ。まあ、今だと結構胎盤因子みたいのをこう美容に使ったりすることもあるんじゃないですか。あれの走りみたいなので使ってたこともあるんです。ただ、まあ、そんなにね、まあ、大変な割に効果がちょっといまいちよくわかんないなってことで今はあんまり使われてないですけど、そういう胎盤をやったりだとか、まあ、いろいろ実験研究が進められていて、その中の一としてこの電気刺激がやって、電気刺激によって視野の感度が改善した。つまり普通網膜色素変性症って病気は遺伝子の異常によって徐々に視野が欠けてく病気なんですよ。つまり悪くなるのが基本の病気なんですね。まあ、緑内障と似てますね。なのにそれを止めるじゃなくて改善してしまったっていうのが出てきたんです。さらには視力も改善、暗順脳の改善、まあ、ここちょっとの難しい、暗順脳、明順脳って言って、明るいとこ暗いとこね、順脳の改善とか、まあ、そういうものが言われてくると。じゃあ、なんでなのっていうと、網膜の動脈とか、まあ、そういう、あとは、毛細血管とかの血流が増加したんじゃないかなっていうことが一つ言われているっていうところになります。で、じゃあ、網膜色素変性症だけなのっていうと、他にもいろんな病気に対して、これは治験行われてて、網膜動脈閉塞症、これは目に来る血管が詰まっちゃう病気ですね。突然見えなくなっちゃうような病気になります。はたまた虚血性視神経症、まあ、これも神経に来る
血液がちょっと悪くなっちゃって見えなくなる、視野が欠ける病気、まあ緑内障とも間違われやすい病気ですね。あとはレーベル視神経症、まあこれも緑内障と間違われやすい視神経の、まあこれは遺伝子系の病気ですね。あとは加齢黄斑変性、ベスト病などが、まあ、いわゆるこう言われてますと。でどういうふうに電気刺激するのっていうと、ビビビビビってここら辺になんかチップ貼ってやるじゃなくて、目にコンタクトレンズ入れるんですよ。コンタクトレンズで電気刺激を入れるみたいな感じで、なんていうかな、ピップエレキ板みたいなあんな感じの、あとは家電量販店で売ってる電気刺激あんじゃないですか、こうビリビリビリってしてこうマッサージする、あんなイメージよりは結構こう医学寄りと言いますか、しっかり寄りっていう感じですね。まあ、一部には経皮刺激って言って、まあ、皮膚からの刺激であるやつもあるんですけど、基本はコンタクトレンズをして、そこから電気刺激を、目の奥の視神経、そして視神経から脳に伝えるっていうのが、この電気刺激の基本中の基本になります。なので、もしあなたが、あ、じゃあこう電気刺激の、じゃあ調べてみようって調べると、結構怪しいのたくさんあるんですよ。で、なんかこれにピピって貼ってできますみたいのはちょっといまいちと思ってください。基本的なもうコンタクトレンズ的の形式のが基本です。だからそれ以外の、ま、何十万とか100万以上とか、ま、結構なんかあったりするみたいなんですよ。買わないでください、うん、でというか、パッとは買わない方がいいですよ、うん、ちゃんとしたのを使った方がいいですよっていう感じですね。で、こういう風にすることによって視神経からいわゆるこう脳の領域に電気刺激を与えて、それによって活性化、つまり目によって、なんとかね、見えるという能力の活性化が行われてくるっていうふうに言われてます。だからある意味ガボールアイとか有効視野、ガボールアイっていうのは、今まで僕がいくつか本を出している、縞模様ですね、縞模様、あとはこの有効視野とか、ここと似てる感じですね。目から脳に刺激を与えてあげて、まあ、それによって見やすくしましょうっていう、そういうような、製品というかものになってくるっていうふうに思っていただければと思います。で、海外では、一応、電気刺激の商品が製品化されているところもあることはあります。で、角膜電極を用いて、だからやっぱりちゃんとしたコンタクトレンズ形式なんですけども、網膜色彩症を対象としてオキュビジョン社のオキュスティズム、スティムかな、オキュスティム、うん、っていうのがあって、週に1回だいたい30分ぐらいの治療で、まあ、最初は病院でやって、その後は自宅でやりますみたいなのがあって、あとは、ニューロモドトリック社かなのアイトロニックニューウェーブ、まあ、これはだいたい週5回、70から90分っていうのが、あるって感じですね。なので、まあ、どっちがいいかって言うと今のところちょっとわからない。で、この2つに関しては一応適用、つまり、まあ、やる対象としては網膜色素炎症の患者さんに対して、まあ、市販されているって感じです。じゃあめちゃめちゃこれ効くの絶対買った方がいいよねっていうもんではないんですよ。あくまでサポート的な感じですね。今までの私がご紹介しているガボールアイとか、有効視野のこの、認知症予防できるドリルとかもそうですけども、なんていうか、ズバリ治しますっていうよりは、まあ、ちょっと改善しますみたいな感じじゃないですか。正直、ある程度の医学のものってそんなもんなんですよ。つまりこれをやったらズバリ改善しちゃいますみたいに言ってるものの方が基本怪しいかなっていうふうに思っていただければと思うんですね。だからよく気をつけてほしいのは電気刺激、足から電気をやることでもう色素炎症も緑内障も何でも治っちゃうとか、この浄水器のお水を飲むことによってもう全然良くなっちゃうとか、そういうのあるんですよ。もうアトピーからがんから全部治っちゃうみたいなのあるんですけども、それはちょっと買わないでください。こういうなんかすごいまあまあ値段がして結構やるのも大変で割に効果もなんかほどほど、まあ、これが現実なんですよ。なので電気刺激治療、お、素晴らしい、これで治っちゃうなとはいかなくて、あくまでベーシックな治療、いろんなことをしてそこに追加としてやっていただけるっていうような印象を持っていただいた方がいいかなって思います。ただ今後これがもうちょっと研究が進んでくると日本でもじゃあやった方がいいよね、実際千葉大だってそういう治験研究をしたわけじゃないですか、まあ、それがまあまあいい成績だったりした場合はじゃあ日本でねやりましょうとか、まあ、ただその場合はちょっと機械屋さんとか
まあ、そういうところのこうお金の絡みもあるので、まあ、単純に日本の市場でそれが儲けが出せるかとか、まあ、そういういろんな問題をクリアしてくれると、まあ、実際使えるようになってくるかなっていうふうに思います。というふうに、なんていうかな、日本のネットだけ調べるとなんかね、怪しいのがたくさんあるんですよ。でもちゃんとしても調べると、まあこの治療だけではなくて、例えば BDNF の因子だとか、まあまあそこそこデータがある医療ってあるんですよね。なのでなんか怪しい医療に騙されずに、まあ、うん、今日ご紹介したのも、まあ、素晴らしいとは言えないよ、素晴らしいとは言えないけども、まあ、少なくともある一定の根拠があるものを使っていただく方がまだいいかなって思います。ただ今現状私は皆さんにこれを積極的に進めるかっていうとまだです。もうちょっとデータが出てきたりだとか、安全性とか効果とかがある程度はっきりしてから使ってもいいんじゃないかなっていうのが正直な感想と思ってください。まあ、こんな感じでね、まあ、いろんな新しい、ね、治療、まあ、例えば、BDNF 遺伝子治療とか、まあ、そういうものもご紹介してます。まあ、今日紹介した緑内障の話であると、緑内障の4時間動画っていうのありますんで、その長い動画は1回見といた方がいいので、ちょっとそれは見ていただけるといいかなと思います。今後もこういう新しい治療とか、日本ではない治療っていうのもご紹介してきます。で、実際にこういうものですとか、こういう治療ですっていうのもご紹介できればぜひぜひしていきたいので、今後ともよろしくお願いします。